はい今回は東京都のニュースをちょっと見たんですけど、ちょっと言葉に詰まるようなそういうニュースだったんで、最近の話なんですけど、ごくごく最近の話なんで、東京の方はこのニュース見られた方いらっしゃると思うんですけど、ものすごく悲しいっていうか。 まあ悲惨な、えー、まあニュースだったんですね。でまあ、そのニュースもそうなんですけれども、えー、まあそのニュースと、えー、まあそのニュースをまあ巡って、まあ、いろんなことっていうか、まあ、言われていることっていうか。えー、まあ著名人がまあ言った、えー、まあ謎のことについて、ね、えー、ちょっとお話していきたいと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。えー、2021年の8月のまあ下旬なんですが。 たまたまなのか分からないんですけど、まあ、こういったことは他にも起こっているんじゃないかなと僕は思うんですけどあの東京都のまあニュースをまあ見たんですけれども、まあ、皆さんも思っていらっしゃると思うんですが、えー、最近、東京ではです、ねえー、まあ病気が流行っているので病床数が不足していると。 あのその病院になかなか人が行けずにまあ困っている、えー、まあ状況になっているというニュースを見て、えー、まあ大変なことになっているなということは思うわけですよ、少し前にあの赤ちゃんを、ねえー、まあその病院にあの連れて行こうとして受け入れ先が見つからずにあの自宅で赤ちゃんを産もうとして産んで赤ちゃんが亡くなってしまったとっいうニュースがあって、まあ、ひどいなという、まあ、一体どうなってしまっているのだろうかなということを思ったんですが。 今回は、ですね、まあ、これにまあちょっとまあまあ似てるっていうかのニュースで、まあ、本当にあの、まあ、なんていうんですかね、ちょっとこうそのニュースを見てこうこ言葉をこう失いましたけど、う僕はね、まああのまあど、どういったような、まあえーまあ、ニュースかといいますと、えー、50代の男性、一般の男性がですね、まあ、最近のその病気と、まあ、糖尿病をですね、まあ、併発してしまったんですね。 でえー、自宅療養中だったんですがその糖尿病と、えーま、病気を併発したということでお医者さんが来て、えー、病院にあの、ま、行こうかという話にな,るなったんですがここで、えー、問題になるわけですね病床数が、ま、少ないと、えー、この <coughs> 50代の男性の方はです、ねま、糖尿病と病気を併発してしまったので、えーま、病院にあの行こうと思うんですが 東京の病床数が足りずにえ、まあ、病院を探してもえ探してもなかなか見つからないんですね。でその,あの自宅に来られた,お,お,医、ねまあ、たお医者さんが何件も何件も電話しているその様子がですねニュースに出ていたんですよ。でそのお医者さんが何件も何件も電話してやっとの思いで,です、ね、え受け入れ先の病院が見つかったとでそこにその,あの50代の男性の方をですねえ、まあ、救急車で まあ、連れて行こうと思ったんですけど、その向かう最中だと思うんですが、その50代の,あの男性の方がね、ね患者の方が病気の症状が、えーまあ、重いということで、糖尿病と、まあ、あの病気を併発しているということで、なんとね、その受け入れしてもらえそうな病院に、えー、断られてしまったんですね、まあ、なんでそれでまた断られてしまうのかっていうのも思うんですけれども、そしてその、その50代の方は、 あのそのまんま亡くなってしまったっていう、えーまあ、ニュースだったんですよで、まあそのまあ、ニ,ュニュースのや,やり取りする際にねそのなんていうのかな、あのー、自宅に迎えに来た、まあ、病院の、あのーまあ、先生が、まあ、お医者さんが病院に連れて行こうっていう、まあ、その姿とか。 えー、まあ、それをですね、えー、まあ、その最中にまあその糖尿病だったっていうことなのかわかんないんですけどその患者の方がまあ、お水を飲みたいとか、まあ、そういった、えー、まあ、一部指示をカメラは捉えておりましてあのまあ家族の方にねその病院に連れて行こうとした先生が、えー、まあ、も,もしかしたら病院がねあのどこも入れないと。 命を助けられないかもしれないんですみたいなことを泣きそうな感じで言っている姿を見て、まあ、あの本当にこの東京の,、ね、あの病床数のまあ少なさというかあんま切迫しているあの危機迫る、えー、この問題を、えー、まあ大きく感じましたね、まあ、僕はちょっと田舎なんで、まあ、そんなにあのいつもニュースとかでしか見れないんですけど、まああのね、どんどん,どん,どん、まあ、あの重症者数も増えているということで。 あの相当あの危険な危機的な状況に入っているのかなと思ったんですが、えーまあ、このニュースを、まあ、見ていろいろ思うことがありましたおそらくですがあの先ほどのちょっと前にお伝えした、えー、赤ん坊の件ですね赤ん坊をその まあ病気に感染して、えー、まあ受け入れ先の病院がなく自宅でなくなあの赤ん坊が亡くなってしまったという件が1件でこの50代の男性の方がですねこの病院が見つからずに亡、えー、くなってしまったというのが1件でおそらくこれが分かりませんが氷山の一角である可能性があるんですね他に、えー、まあニュースには報じられることがなかったりとか、えー、まあ情報としては上がってこないのかもしれないんですがこのような形で亡くなってしまう。 まあ日本人のね、えー、まあとうとう命がこうなくなってしまうってうそういったようなことにえもう陥っているということなんですよね。でこの ニュースを見て僕の感じた感想なんですが本当にこの医療に携わっている方医療従事者とか医療関係者の方というのは本当必死ですからどうにかして助けることあできないか尽くせる手はないのかというようなことを頑張っていらっしゃるように僕は思うんですよ。 しかし、そのことをあの否定するね、まあ、著名人というか、ば、まあ、売国度がいるんで、まあ、その話もね、まあ、僕は個人的に気に入りませんので、まあ、ちょっと後で、えー、まあちょっと言っていこうと思います。で、えー、こういったまあ、問題の根本に、えー、当たるんですが、まあ、当たり前と言ったら失礼なんですが、なんでこういうことになっているのかっていう、そういう根本問題ですよね。なぜこの 東京都のこの病床数が逼迫して、病院の数が少なくなってしまっているのかっていうような、その話ですね、もちろんあの原因があるはずなんでね、当たり前の話です、まあ、病気を抑え込めないっていうのがあるかもしれないですが、そんなことでは僕はないと思います、明らかにこの病床数の問題っていうのは、何が原因なのかって菅ですね、菅と日本政府が原因だと思います。 なんでそんなことを言ってるのかっていうともう菅の、ねえー、まあ支持率の低さから見て日本国民がですね、えー、全員 ほとんど、まあもうどううどでしょう大多数がもうほぼ、まあ、全員か分かりませんが、ほぼもう大多数がこの許していない、えー、まあ、怒っていると、えー、まあ、そういうようなことだと思うんですが、菅はですねあの少し前に言ってましたけど、安全安心とかって言ってね、えー、全く、えー、己の利権とですね、まあ、背後の外国勢力の、えー、顔色をうかがった、ば、ま、い、あ、国度ですからあ、そういったことから、オリンピックをね、えー、強行開催していましたからね、日本国民の意思を全く無視して、オリンピック オリンピックを強行開催していた、えー、みんな、ですね僕もそうですが、分かっていたんですよ、こんなところでオリンピックをあの拡大したらね、えー、あのあオリンピックをあの開催したら、病気が広がってしまうんじゃないかって言葉が悪いですが、子供でも分かるんですよ、危ない危ないって言ってるわけですから、その中で日本国民の意思をまるっきり無視してね、オリンピックを、えー、強行を開催しました。 菅はですね。えー、まあ、あのまあ、日本政府ま菅はですね、えー、この病気を対策するとかっていう風に言ってるんですが、あの飲食店がねえー、まあ、その時間短縮営業とかっていうことを言ってまあ、そのいわゆる緊急事態宣言っていうのを繰り返し出してるんですが、ほぼ言葉が悪いですが、途中の段階からもう無意味っていうことが分かってるんですね。 飲食店の病気の感染率というのは全体の5%以内未満ということが分かっているんですよ、データでね。で、その病気が感染するっていうのは <laughs>、家庭内の感染なんで、あの家庭内で、ねあのまあ、その密になることが良からぬということが分かってるんですが、あの菅はあのなんかで言ってましたけど、まあ、小池も言ってましたけど、いいですか、皆さん、家庭内でオリンピックを見ましょうとかって言ってるんですけど、あの本当にもうあの、行かれてるんじゃないかって思うんですよね。 家庭内で感染するのが50%というデータが分かっているわけですよ、家族揃ってのあの子供が夏休みでお父さん、お母さんとテレビを見たらそれ感染するだろうという話なんですよ、でそこからですねおそらく、えーまあ、大人がですね例えば感染して、その、まあ、感染病気をですね職場に持っていて、そこからどん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 ん広がってしまっているってうそういうような,あのそんなこの可能性って考えられるんですよ。もちろん 因果関係証拠がないからわからないんですけれどもでまあ,あの、まあ、僕は完全にそう思ってるんでね菅と日本政府が、えー、何も手を打たないからねこれもリスリスナー様も思ってると思いますけどこれも病気が、えーまあ、出てきてから約もう約 1>, 1年半とか2年ぐらい経ってるわけじゃないですか、うん。日本政府ってお金がありますからね、いつも言ってますけど、1000兆円ぐらいお金持ってるんで、えー、あのお金を別のところに例えば、ねえー、出さないとかってありますけど、そのしょうもない、緊縮財政とか言ってないんで、別に金を使えばいいんですよ、金があるんですから。であの日本政府とか菅とかなんて日本のトップなんだから、日本国民の命を守る義務があるんですよ、こういう病気が変な風に拡張してね、うんで。にもかかわらずほとんどこの 病気が出、えーまあ、始めてからもう1年半か2年ぐらい、これ何にもやってないって,いうとって思うからね、あの緊急事態宣言とか全くもうあの、的外れもいいところなんですよ。で僕はあのちょっとね、あんまりこういう話あのする人い,いないんでしょうけど、オリンピックとか大っ嫌いですから、特に今回の,あの東京五輪とかね、うん、あの完全にもうあの利,権の利権の塊なんですよ。で、あ,のあんまり言うとねあの、印象外するかもしれないんで、あんまり言わないですけど、 オリンピックの金メダルとか別にどうでもいいんですよねオリンピックの金メダルと日本人一人の命だったら日本人一人の命の方が尊いんですよで。 日本人1人の命が尊いって言っている理由はも,も,もちろん1人の命が尊いのもありますしそういう1人の命、日本人の命をね日本人の生活を考えないっていうことは他のことにも物事が波及するわけですよ結局、日本人の命よりオリンピックの方がいいんだ利権の方がいいんだって菅がね、そういうしょうもないことをや,やってるからだからこういうことになってるわけですよあのみんな思ってると思うんですよね東京都の病床数が逼迫しているのはこれ、菅と日本政府が大きなあの要因ですからね 安全安心とかっていうのはあのわけがわ分かんないこと言って全然安心安全でもねえわっていうことは誰でも分かるわけですがそういった中でオリンピックを強行開催したことによって病気が広がった。 であの今まで約1年半か2年間という期間があったにもかかわらず、全く手を打たない、あの全くあの別のことをやって、ね、緊急事態宣言とか、全く窓外れもいいことをやって、別の理由でね、この,この緊急事態宣言でも、この菅とね、後で話しますが、竹中、デイビッド・アトキンソンって、その売国人たちが群がるんでね、そういう自分たちの,あの立憲のことばっかり考えて、日本国民のことを全く考えないわけですよ、そういったね、何もしなかったしわ寄せが、東京都のこの,あの病院の病床数の逼迫につながっている。 っていうふうに僕は思います そして、ですねこの僕の話している話っていうのは全く別にでたらめでも何でもなくもう至極当たり前のことだと思うんですがこういったことをです、ねまあ、意見をまあ潰そうとしているかなんか分かりませんが全く正面からあの違ったことを言うねあのおかしい人間がいるんですよ、ミスター売国と竹中平蔵がねもう竹中平蔵って本当にこれあの多くの人をまあ騙しているんですが、まあ、日本国民がこれにまだ騙される人がいるんで、ね、あのすごくあのよくないとまあ僕は思うんであの僕の、ねえーまあ 声が少しでも届くう,う,うちにはね、この竹中のこう好き勝手っていうのをまどうにかしてあのみんなで考えていかないと、あの日本がそのうちあの外資にねもう軒並み持ってかれてしまうんじゃないかってそういうことをあの思うんですよ。このさっきリスナー様にお伝えしたこの日本のね50代の男性がですねこの 病院に行けずに亡くなってしまったというのは、これってのは明らかに姿を日本政府が原因があることなんですよ、最大の原因というか、大きな要因、しかし、売国度竹中平蔵はそのようなことを言ってないんですね。 竹中平蔵が少し前にですねツイッターでえなんか出していたんですよで、その内容を見て、僕は基本的に竹中平蔵の言うことに、ね、信用しませんので、頭がいいふりをしたね、えーまあ言葉が悪いですけど、犠者であり、売国奴ですから、えこの男、何を考えてるか分からないですし、まあ、僕はあの <laughs> いちいち言わないんですけど、己の金儲け、己の利権しか,か考えてないと思ってるんでね、間違っても日本国民にあのこの男がいいことを言うとは、僕はとてもじゃないけど、思わ,ない,全くわけはからない。今までの感じか で竹中が言うには、えー、こういうことを言ってるんですね、病床,病床が足りなくなる、病床不足とか、ですね、えーまあ、医療を逼迫することに関して、医療関係者はできない理由を、えーまあ、並べると、うんで、医療関係者はどうしたらできるのかという案を考えろみたいなことを言ってるんですよ、いや,いや言わないけど、みんな考えて必死にやってるわって。うん あの竹中みたいに、己の利権とかを、ね、考えてる人間の方が少ないんですよ、みんなもうどうにかならないかと思ってやってるんですが、この男はこういうことを言っています、あのそのだから病床,病床数不足あの、医療が逼迫しているっていうのは、医療関係者のせいだっていうことを言ってるんですねでこなんかあの、このツイッターで意味のわからないことをこれ言ってるなと思いましたけど、<laughs> 医療村を解体しないと日本は良くならないっていうことを言ってるんですよ。 竹中平蔵の意見というのは、日本政府は悪くない、菅は悪くない、悪いのは医療関係者だということを言っているんですよ、全く間違えてますからね、全く本当に間違えてる、あのこの医療の問題がおかしくなったのはなぜかと言ったらあの、時間とお金があったにもかかわらず、菅と日本政府が手を打たなかったからです、もうそれにつきます、しかしそのことには全く触れません、理由は簡単です。 竹中と菅は仲良しの売国だからです。売国奴同士、後ろでつながっているから、えー、竹中はなるべく菅のことを悪く言いたくないんですね、えー、売国土同士で裏でつながっているんで、そして竹中はえ何を思ったか知りませんが、この西陵村を解体しないととかっていうね、えー、なんか <laughs> よくわからない日本語言ってますけど、この男ね。 あのまあ、皆さんも思ってるかもしれないしまともな人たち知識人も思ってるんですが竹中平蔵の言葉にえ騙されてはいけませんえこの男何を考えているかというと自分の金儲けですたったそれだけですあの売国の頭の中には自分の金儲けそれだけを考えていますそしてそれを巧みに隠してるんですね竹中はどういった形で隠してるのかというのを考えていきます 竹中平蔵っていうのは当然本心を言いませんので、えー、自分の裏側でねいろんなこと自分の利権、自分の金儲け、そういった、えー、話をします。昔、ですねちょっと前にあのなんか竹中平蔵が言った話があるんですけど日本にベーシックインカムを、えー、取り入れようみたいな話を持ち出してきたんであ、まあ、そうなのかなと、まあ、思っていたんですよ。まああのそれが ねえまあ、賛成、反対はいろいろあるのかもしれないんですけどで、まあね、日本国民のためになると思いますから、そのベーシックインカムっていうのがもう普通に入るのであればね、まあ、そうかなと思ったんですが、その交換条件じゃないんですが、竹中はこんなことを言っているんですね、日本から年金、生活保護、国民皆保険をなくそうとかって、だから竹中平蔵の考え、ベーシックインカムを入れるっていうことが、えー、まあ一つ。 えそのえ一つ入れる代わりにですね年金生活保護国民皆保険を日本からなくそうってえいうことを言ってるんですよもうここでね僕もそうですけど <coughs> 気づく人は普通に気づくんですよなんでえー、まあ、年金もそうですし生活保護もそうですが国民皆保 保険をなくそうとするのかなということなんですが、<laughs> ここで,です、ね、竹中平蔵は自分の考えを隠しているんですね、自分の考えをうまく分からないように、悟られないように、売国土ですから、隠しているんですが、ここの軽くりが至って、まあ、単純なんですね、日本から国民皆保険、まあ、いわゆる日本から保険です。 保険をなくすことによって何かというとえ、その保険のところにですね、今度外資の保険会社をい入れることによって、そこの保険のの外資のえ保険会社のところにそこに竹中平蔵も乗っかって、そこで金儲けしようとする、その算段です。 売国道の考えることぐらい簡単ですあのそういったことで今までこの男金を散々儲けていましたから日本経済をボロボロに破壊してねえそういうことをやってきた人間であるということを僕僕以外の人たちをみんな思ってるわけですよ日本を散々外国外資に売り払ってきた売国道、うん、そしてこのその売国道がですねこの医療問題にけん件,件に関して ツイッターで内容を話したんですけど、どうでもじゃないんですけど、まさかこのタイミングでけなのかがね。日本国民のために動くはずがないんですよ。うん、竹中平蔵はあの医療問題のこの医療の話がですね。医療問題、この医療逼迫の病床数のあの問題が出たことによって多分僕は思いましたけど、またここでですね。自分の金目を金儲けを考えたんですね。 外資と癒着して、えー、どうにかして自分は、えー、金を、えー、儲けることができないかと、そういったことを考えている人間である、えー、可能性が非常に高い、竹永平蔵の頭の中というのは簡単です、自分の金儲けだけです、そして自分の金儲けのためには、日本を外国にいる売国度です、あるいは言い方を変えることですね、竹永平蔵の正っというのは、やはり外国勢力の、えーまあえー、手先、あるいは犬です、そ,ういうそれだけの話です。 もう本当ねみんな言わないですけど、まあ、僕はあのこういう話をね、まあ、そんな得意じゃないけど言いますけど日本の会社がねあの悲鳴を上げてるんですよ、中小企業があのもうどうにも持ちこたえられないっていうようなことでねその緊急事態宣言とかになって。 潰れてるのは飲食店だけでではないんでね飲食店の、えー、周りの,、えーまあ、そ,のその中小企業も潰れてるんですよ。連鎖倒産っていうのが最近問題になってるんで、えー、そういった、えー、日本の中小企業が、えー、厳しい、やっていけないっていう中でですねパーソナは過去の業績が、えー、もう何百パーセントも膨らんでるってそんなおかしい話があるのかっていう話ですよ。明らかに裏側に違う力が働いてるんで、えー、それが売国道の正体です。日本っていうのは今ね あの確かに病気が危ないということもあるんですけど、病気でではなくね、ねこういった違ったものが、えー、徐々に表面化してきてるんでねこのあの今回、えー、悲しいなと僕は思った方ですね、えー、亡くなった方っていうのも、この方っていうのも、あの 糖尿病とね、まあ、その病気の,あの併発した、まああのまあ、な何て言うのかな、複合した病気ってことなんですけど、もしも病,あの病床があってね、病院で受け入れてあのくれることができたら、多分この方の命助かってたんですよね、そのニュースの,あの,あのお医者さんもなんか泣きながら言ってましたけどあの、助けてあげられる命だったなっていうことを思うわけですよ。だからみんながそういうい中で、あのまあ ひっ迫してるとかね、まあ、そういうまあ裏で変な力が働いてますけど、そういう中でまあどうにかならないこと、みんなが必死で生きてる中で、本当、この竹なんか平蔵っていうのも、いかれてるのもいいところだなとかってあの、この人間のね、この発言に騙されてはいけないんで、僕は本当にそう思ってるんでね、この売国度の,の発言を僕は本当にあのいいと思わないんで、あの否定的ですので、えー、まあちょっと何か思うこともちろん全部が分かるわけじゃないですよ。 頭がいいですからあの、大学の先生をしてるとかね、経済のことも分かってるんでしょうけど、あの調べていくたびに、どっかしらにボロが出るんですね、すべてを隠せないんでね。 今回は竹中平蔵はこの,あの病院の大変な問題に乗り出してきて、ね、乗っかってきて自分がまた金儲けをしようというのは本当に、ね、売国であり、ね、もう金の奴隷です、あのこの男本当にもう僕はあの許せないし、ねまあ、嫌いなんですけど、まあ、そういうことをまあちょっと思ったということで、まあ、あの東京都のニュースで、ね、これはもう本当ひどいなと思うんで。 えまあ、ちょっと東京に住まれてい,いらっしゃるリスナー様も多くいらっしゃると思うんでちょっとすごく大変な状況にあるなと、まあ、思ったということでえ、まあ、ちょっとこの東京都のニュースを、ねえまあ、聞見て、まあ、僕の感想ということで今回お伝えしてみましたえ最後まで聞いていただいてありがとうございました。今回こ,こで終わりですす失礼いたします